土曜日の夜だったのに世界征服しないのかってラジオなんか聞いてんのかよ。うるせえな、タマフル聞いてんだよ。タマフル、なんだその変態プレイみたいな番組は。ウィークエンドシャッフルじゃよ、お前知らんのか。知らねえな、面白いのかそれ。ああ、特に大喜利での名司会ぶりは最高だぜ。んよしゃくん、本人はそのボケ何億回も言ってると思うぞ。ああそうでした。おい、いいかタマフルは、ライムスターの歌丸が TBS ラジオで2時間生放送でお送りする超濃厚でためになるラジオショーなんだよ。そうなのか。まず週刊映画辞表ムービーウォッチメン、映画フリークの歌丸が自腹で見に行って嘘をつかずに評論するコーナー、これを聞いてから見に行く映画を決める人も多いんだ。自腹で言ってんのかよ。ディスコ954、さまざまなゲスト DJ が日本語楽曲だけで DJ プレイする音楽コーナーだ。レギュラー DJ の DJ ミッシェル・ソーリーの暴走が名物で、唯一歌丸が音楽関係の人なんだなーっていうところを伺わせるコーナーだ。え、音楽番組なのか。そしてサタデーナイトラボ、毎週テーマに沿った個性豊かなゲストを招き、映画、音楽、アートに本と多岐にわたって掘り下げるタマフルの名物コーナーだ。そんなに人気なのか。ああ、歌丸の膨大でマニアックな知識量と語彙力に裏付けられたトークが素晴らしいんじゃ。ただいたずらにセンセーショナルなことを方言するわけじゃなく、彼は確固たるスタイルの上で発言している。そこらの底の浅い毒舌タレントとは違うんじゃよ。そうなのか。例えばどんなこと話すんだ。彼の有名な言葉でこんなのがある。一度でいいから見てみたい女房がへそくり隠すとこ。それ歌丸師匠だろうが。また手垢のついたボケよ。週末夜のお楽しみ、 TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、毎週土曜日22時より放送中。よいしょ。さあということで、たった今ご覧いただきましたね、鷹の爪団のフラッシュ、今回のオリジナル、フラッシュアニメ作っていただきましたフロッグマンさんです。よいしょ。どうも皆さんこんにちは、フロッグマンでございます。そしてね、鷹の爪団よりまさかの吉田くんです。どうも吉田でございます。みんな見てる。ねえ吉田君、すいません、お待たせして。はい、僕、はい、あの口を動かさずに喋るのが得意なんです、うん。はい、声が若干左の方から聞こえてくるような気がします。気のせいです、それは気のせいでしょうか、はい、これは。はい、ということで、はい、あの改めましてフロークマンさん、ありがとうございます。ありがとうございます、お呼びいただいて光栄です。はい、ね、お願いはね、ぶしつけなお願いは、その今回の24時間ラジオでタマフルの宣伝、はい、そのフラッシュアニメ作ってくれ、言ってしまいましたけど、はい、実際にこうやってやっぱ見ると、はい、うわって感じですね。あ、そうですか。うわ、本物だって感じですね。あ、そうですか。本物が俺の話をしているっていう感じで、うん、びっくりしてしまいました。いやいやいや、豪華ですよね、だってね。でも楽しかったですよ、うん、ありがとうございます。田村さんが結構書きやすいんで。まあね、記号的存在ですからね。坊主頭でサングラスっていうと大体似てくるんで、うん、はい、いやでもなんていうんですかね、みんなほらサンプラザ中野とね、見分けつかんわらみたいな言うんだけど、はいはいはい、結構違うじゃないですか。だから実はそのスキンヘッドサングラスだけだとやっぱね、あそこまではいかなかったりするんで。あ、そうですか。やっぱさすが、さすがといったというのは、ありがとうございます。結構やっぱ大変、あれぐらいはどんぐらいでできるんですか。そうですね、制作時間というか、あんまりなんか短いこと言うと、うん、いろいろ多いって感じもしちゃうよ、うんうん、まあでも1日ぐらいですかね。ああ、でもそんぐらいかかってんな、はい、すいませんお忙しい中。いえいえいえ、あのね、あの鷹の爪8をね、はいはい、劇場公開を控えてという、はいはい、先日も試写、ね、に、はい、ファンばかりの試写にお邪魔させていただきました、はい、バーター出演させていただきました。バーター出演して、いやでもめちゃめちゃ楽しかったですし、映画も本当すごい良かったんで。本当ですか、うん、ありがとうございます。こうやってねお近づきになれて本当に光栄なんですけども。いえいえ、はい、なぜか不穏なことに、おなんかこう後ろにもね、なんか作業ね、なんかデスクトップみたいなのが映ってますし、でこうパソコンとこういかにも作業っていうね。そうですね、ペンタブがありますね。これは時代は俺に何をさせようとしているのか、戦国自衛隊的な感じなんですけど。そうなんですよ。これはどういうことなんでしょうか。実はですね、皆さん先ほどからずっとご覧いただいている、うん、タマフルと鷹の爪のコラボ CM なんですが、うん、あれ実は未完成なんですよ。未完成、はい、もうなんか随分出来上がってるように見えますけども、実は未完成でして、うんうん、途中で映画の話をしてる時に後ろにアバターっぽい人たちとか、うん、はいはい、ブラピとかね、っぽい人とかいるじゃないですか、うん、これっぽい人ね、っぽい人ね、あれありものの素材で今回のために書いてないやつだったんですよね、うんうんうん。でも噂で聞くと歌丸さんがすごい絵がブラピの絵がうまいという話を聞きました。ブラピの絵は描いたことないですけど、ね、あ、そうですか、はい、ブラピとアンジェリーナ・ジョリーと、はい、なんかアバターの絵がすごく得意だという噂を聞いてですねじゃあ描いていただきましょうか。マジっすか、はい、え
です今十分クオリティ高いじゃないですか。いやいやいや、今ここで俺が書いて台無しにするっていうのはこれどうなんでしょうか。これやっぱりタマフルの CM ですから、はい、僕が一方的に作ってじゃあやっぱいけないと思うんですよ、うんうんうん、やっぱコラボというのは、はい、やっぱそのクリエイター同士の魂のぶつかりっていうのがやっぱ大事だなと思ってまして、まあ、ねえ、いやそれはそうだと思いますけど、やっぱりあのムービーの中に、やっぱ歌丸さんの魂をちょっと入魂していただきたい。その魂が俺そのキャラクターとしてね、その歌丸というキャラクターで声当てるとか、はい、そっちかと思ってたんですけど、はい、絵かよってさえこれでも今この場でこう、僕がこうこれのなんかパッドみたいなね、まあ、こっちでこう用意していただいてますけど、はいはいはい、パッドでこれ書くと、はい、こっちにこう出てくる。かけます、かけます、っていうことなんですか。はい、ちょっと書いてみますか。ちょっと試しでいいですか。ちょっと試しに線の感じ、これどうやってやればいいんですか。いや、このままこの上ここを書いて、あ、向きこうですね。あ、なるほど。こうしていただいて、うんうんうん、ちょっとじゃあせっかくですから、ちょっとテストで吉田君喋らんなって言ってます。いや、そう喋るよいや、まあ喋っちゃいけないのかなと思って。どうよろしくお願いします。あ、よろしくね、聞いてるよいつも。ありがとうございます、はい、じゃあここ、まあイベントね、はい、ここにですね、はい、ちょっとこうしたらですね、はい、いいですか。これで色なんですけども、はいはい、これで色取って、これでもうこうやって描けますんで、はいはいはい、あーすごい、なんかちょっとペン、はい、あの本当にちょっと太いのとかも生々しい感じで。そうですね。これってじゃあどうします、この3人並んでるとこ、この1つ絵に描くんです、それとも1個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 でいいですよ。1個1個で、はい、じゃあアバターから。そうですね、うろ覚えでぜひアバターを書いていただけると、はい、画面見ながら。あ、これダメだ。どうですか、どうですか、コントロール Z で。コントロール、はい、位置がちょっとあれ、ですね、こっち見ながらやった方がいいですね、はい、見ながらやると難しいですよね、ペンタブって慣れないと。あ、そうです、そうです。あ、すげえ難しいあ、やめ、ダメだダメだ、すげえ難しいコントロール Z。 あ、これでいこうか。あ、そうですね、はい。あ、くそくそ。あ、大丈夫ですよ、あと、うん、で 元に戻せば大丈夫ですか。1下見ちゃいますよね、うん、あ、これ、あ、なるほどね。あ、でもこれはすごい難しい。最初はちょっと丸描いてみてもらっていいですか。あ、なるほどね、ええ、画面見ながら、画面というかその輪郭をこうグッといこうかな。あ、今下に行っちゃってますね、カーソルが、はい、ごめんなさいね。そうですね、あ、そう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 、あ、そうですね、おお、いけるじゃないですか。こういうことですね、こういうことですねちょっとあ、でもうまい。おお、あれ、お、お、お、あれ、皆さんご覧になります、ご覧になりますでしょうか。こんな感じかな、どうでしょう、アバターね。やっぱうまいじゃないですか。こういううまくはないですけど、うまくはないですけど、ええ、うん、まあこういうことですよね。ほら、ちょっとこれ一応キープしようか。じゃあキープ、ちょっと後でもう一回、はい、もうちょっと慣れたらアバターもう一回戻ろうか。あ、分かりました。はい。じゃあちょっとこれじゃあキープしておきますんで。あ、じゃあちょっと、あ、いいですか。これを、これでいつも書かれてるんですか。そうです。ロクマンさん。そうです。慣れると普通のペン見て書くみたいにいけるんですかこれ。あ、いけますね。へー、だいたいそうですね、あの、これで一応アバター保存しましたので、はいはい、後でじゃあブラピも色とか、じゃあ、そういうのはちょっと後ほど。そうですね、色は後ほどで、はい、じゃあちょっとアンジー、アンジェ行きますか。アンジーか、女がけねえんだよ、ブラピにしようかな。ブラピ、はい、ブラピの俺の中のイメージ、あのファイトクラブの頃ぐらいしかないんで、ちょっとその感じ。結構前ですねそれ、はい、おお、じゃあ頭ツンツンな感じですね。あ、間違えました、あ、いや、戻っちゃった、ディレートしちゃってもらっていいですか。今のブラピってだって役柄によってねすごい違うから。ああ、なんかブラピ感が出てきましたねもうすでにガイルみたいな、すでにブラピ感があれ、これは冬の鍋に入れるやつですかね
ちょっと顎が行き過ぎましたね。ちょっとこれもう一回やな。あ、間違えた。面白いな。お絵かき一度の方がね、まあ、すごい好きなんで。おー、あーでも、あー、あのなんか口をさ、こうやるかなって。全然、全然ダメだ。グラピー難しい。いや、ここまでは、ここまではいい、ここまではいいですね。これまではブラピカン出てますよね。確かに。とブラピはでもあのやっぱ唇なのかな。そうですね、唇、あのすごい唇にこだわる気持ちはよくわかりますね。あのイングロリアスバスターズのちょっとこう下顎張ってる感じ、あー、あの感じ出ないかなと思うんだけど。ああ、で服でごまかす。ブラピの服ってなんですか。あのファイトクラブ。あ、ファイトクラブの時のあの解禁シャツみたいなんですね、はい、なるほど。ちょっとコメント、ダーティーハリーか、あ、イチローだろって。イチローに、イチロー、確かにイチロー感もありますね。清掃したイチロー。あ、そっか。でも、おお、でもこう、ポッカのコーヒー、ファイトクラブだからこう傷が、ああ、ちょっと血だらけな感じ。ああ、僕ね、僕ね、お。これ隣にブラピって書いたら多分間違いないと思いますね。あ、間違いないですねこれ。ブラピっしょ。ものすごいコメントが、コメントが猛烈に荒れてますね。ブラピだわ、ブラピだわと。ブラピだなってくる。じゃあブーアンジーか。アンジー髪型とかがうまくできないですよね、女ね。ああ、そうですね。アンジーでもいい女パンプですよね、ウェーブが。ちなみに元のあのブログマンさん描いたアンジーの写真、はい、あれ絵とかって参考にできないですか、これ今って。してみます、はい、実はあんまり似てないんですよ、正直。あれも参考にならないんで、あれはあれっていう、あれはあれであんまり参考にならないんで、うん、ちょっとどうかなって。吉田君なんか喋って。え、何？これね、素晴らしいですね。ありがとうございます。あ、来た。これですね。あー、アンジー、なるほどね。これはね、フログマさん、似てませんよ。あー、すみません。うん、なるほど、なるほど。あ、これか。あの、こいつ、あの、アバター、もみあげだらり。あー、もみあげが長いんだ。もみあげだらりだ。これ、後で足そう、これ。あ、ね、目はいい線いってないですか。でもいい線いってました、ね、うろ覚えで書いた割には、はい、じゃあ、はい、じゃあアンジー、じゃあアンジーいってみますか、はい、よいしょ。じゃあどうぞ。これでもね、僕昔からやっぱね、その銃と男しか書いてないんでね、女の人書けないですよね。そうなんですよ、女の人って難しいんですよね。慣れないと、あと照れがあるんですよね、女の子書くときって。ああ、こいつはこういう女の子が好きなんだなってのがもろバレちゃうん で、 そうですね、女性感みたいなのがこう見えちゃうの。そうなんですよ、照れちゃうんですよね。ああ、でもなんか結構アンジー感ありますよこれ。あ、もうすでにアンジー感ありますよ、アンジー感を示すには、まあ、ちょっと待って、体を、アンジー感ありますね。あ、おでこの広い感じがアンジー感ありますね。あ、やっぱ胸ですよね、アンジーは。え、これはもしかしたら今はみ出てる感じなんですか。ちょっと汚くなってきます。あ、でもでも分かる。あ、分かる分かる。あ、で、さあ、こっから勝負だな。やっぱアンジーってのは唇じゃないですか、やっぱ。そうですね。マレフィセントの角っていう。マレフィセントの角。ああ、お父さん友人のこの唇ですよね、ジェームズ・ボイドは。はい、大きな瞳。ああ、こう怒ったような眉毛。これちょっと鼻だな。
何ちゅう絵だよ。ビヨンセ。ビヨンセ。すっごいみんな。アヒルのコックさんって。すごい。ピンクフラミンゴ。ディバイン。すごいな。人生か。勘弁して、俺女の人に見えてるだけで結構いい線いってんだこれ。まあまあそうですね。あ、アンジー。あ、これ間違いないですね。これどう考えてもアンジーにしか見えないですね、これで。あ、やべ。おお。間違えた。でもいい線いってると思いますよ。いい線いってますよね。悪くないです。あ、ちょっとあのあれを言います。鎖骨を言います。あ、そっか、鎖骨か。それはちょっと低くちょっと待ってください。ああなるほど。あと最近あれでしたっけ、乳がんかなんか取ったんでしたっけ。そうですね、乳がんでしたね。ちょっと乳がんの傷が。はい、これどうでしょうか、アンジー。いや、ね、これはもうアンジー以外にありえないですね。これはコメントがすごいことになってますね。むずいなこれ。そうなんですよ、これで書いてるんですよ、うん、実はちょっともう一回アバター戻っていいですか。あ、いいですよ、はい、じゃあアバター参りますか。はい、はいはい、あ、さっきのやつに書き足そうかと思ったんだけど。あ、そうですか。でも、まあ、でもちょっと慣れてる状態っていうの、はい、はい、でもさっきもでもだいぶ一発でいい線いってましたよね。だいぶね、慣れてきた。慣れるもんですよ、本当に。お、あ、もうこれが、あ、アバター意外に簡単なのかな。アバターはね、そう、あの、書きやすく作ってると思いますね。あ、でもやっぱ猫目のがっぽいな、なぜか。はあ、おお、あ、これダメだ。かわいい、文楽みたい。で、吉田君コメントを。歌丸のお笑い漫画で道場。まあ塗りつぶせるのはちょっと。あ、でも、あみんなラインスタンプ希望って。これいいですね、これラインスタンプにしたいですね、本当にね。首細い。すごい。うん、おお、どうですかこれ。これもうアバター以外ないですね。これアバターこれもう書かなくてもアバターで書かなくても多分。でも一応書きますからね。あ、そうですか。だいぶこれアバター感があると思いますよ。これアバターって言えない人は多分アバター見たことない人だと思いますね。ああ、はい、いいじゃないですか、はい、じゃあこれ、はい、保存しちゃいますね、はい、いや素晴らしい。ありがとうございます。あの、僕普通に描けばもうちょっと描けます。いやでも似顔はむずいですねやっぱね。ああ、そうですね、うん、いや、はい、これが何、あの中に入るんですか。入りますね、あの作品の中に、はい、やめてください。いや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 、さっきのバージョンで十分完成してるんで、あのちゃんとあのクレジットもやめ、やめ、やめ。やばいな、へー、こういう感じで。でもこの絵の世界観があれに入れちゃっていいんですか、だってはまるんですか。いや、もういい悪いじゃなくて入れなきゃいけないんですよあれは。作品として、作品として、作品として、いいか悪いかで言ったら悪い方向に傾くと思いますけれども。なんだこの違和感のある絵はっていうふうになると思いますが、うん、でもやっぱりお互いこのやっぱ魂のぶつかり合いというのが、まあ そ, うですね、はい、そこが大事なんで。でもこれ作業してるうちに、やっぱあの慣れてくると、はい、だいぶ ね, そうですね、分かってきてはきたんで、はい、これいいのはフラッシュってのはこれベクターでちょっと技術的に厳しい、難しいんですけれども、うんうんうん、ベクターという技術を使ってて、うん、後で例えばこれを拡大縮小しても、はいはい、いわゆる JPEG の画像だと、うんうん、アラが出ちゃうじゃないですか、はいはい、
これは出ないんですよ。ああなるほど。だからポスターにしたりとか、うん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 、あとなんかいろいろそういう大きい壁に、うんうん、タペストにしようとしても、うんうん、線が歪まないんで、はい、だからこう実はフラッシュって絵を描くツールとしては非常に優秀なツールなんですよね、うん、あそうなんですね、でこれねアバター今ほらあのあいつがジェームズ・キャメロンが寄せばいいのに続編作ってるっていうから、あ、ね、そうなんですか。もうその際のバーン東宝シネマダーンアバターダーン何が起きたんだって感じですよね。キャメロンに何が起きたっていうアバター新作の新しいビジュアルが発表こちらだアバターアバターそんだけやれば興味惹かれるでしょ。だってあの路線でね、来られたって知らんがなってことだからさ、まあ、確かに一作目だったからこそみんな衝撃はありましたけどもね、うん、そうですよ。こんぐらいやった方がいいんじゃないかって、ね、ぜひ2作目フラッシュアニメでやってほしいですよね、本当ですね、依頼が来るというね。そうですねジェームズ・キャメロン可能性を感じたってねことかもしれません、はい、ちょっとでもこれがどういうふうにちょっと組み込まれるのか想像つかないんでちょっと楽しみでありますが、はい、今日この後すぐ作業しまして、あ、はい、今日中にも完成させます、終了までに、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。だから皆さんずっとご覧いただければ、はい、歌丸さんバージョンのCM がご覧になる、これの完成版が最後に見えるということで、はいはいはい、あ、そして鷹の爪8、あ、そうですね、はい、劇場版8作目ということで、そうですね、はい、この間も、試写会お越しいただきましたけれども、はい、今日実は先行上映が始まりまして、うん、はいはい、あ、こちらのね、はい、あれですね、そうですね、ありがとうございます。鷹の爪8吉田君のバッテンファイルなんですが、うん、今日お台場のメディアージュと、うん、大阪は梅田の東宝シネマズで、はい、はい、上映会がありまして、はい、僕も舞台挨拶今行ってきて帰ってきたばっかりです。お疲れ様でございます、はい、ありがとうございます。またコアなファンが、ね、いますからね。でも今回は本当に子供向けという、ね、ところもありつつ、そうですね、まあ、子供向けでありながら、うん、大人でしか笑えないネタもたくさん盛り込んでるという、ね、うん、映画ネタがねもう完全にある世代向けっていう、ね、そうですね、ラインですからね、で鷹の爪、うん、はい、あの予告編があるみたいな、あ、そうですね、まずはこれご覧いただくのがよろしいんじゃないでしょうか、はい、どうぞ。ああ、呪いのビデオ、そんなもん持ってねえよ。もしもし、私メリーさん、俺たちは未来からやってきたんだ。未来人だなんてこいつ頭おかしいんじゃないの。お前の後ろだ。そして犬のうんこの上だ。この広い宇宙の中で、吉田君、サトミがさらわれたってどういうことなの。俺たちだけでなんとかサトミを奪い返してくれよ。無茶だ、相手はチュパカブラだぞ。それ我々よりも地球の言葉が下手くそなのがいますが、話せこんなやつだ。こういうボタンは押しちゃいけないってことだな。これは呪いのビデオがある限り未来の危機は避けられない。吉田を甘く見ちゃいけないわよ。サトミー、共鳴は知らない。だから、なんだそれ。鷹の爪エイト、吉田くんのバッテンファイル。わしは出ておらんのか、吉田くん。ちょっとは出てますよ。はい、よいしょね、それこそグーニーズ的なというかね、少年冒険ものをベースにしつつ、インディ・ジョーンズ要素ありの、エクスファイルも、エクスファイル、エクスファイル当然ありの、そして何よりやっぱりね、これはちょっとネタバレになるけど、こう、まあなんていうんですかね、タイムリープというかですね、ちょっと過去改変ものでもありの、そうですね。で最後はやっぱりね、結構正々堂々泣かされるというですね。そうなんですよ、ね、意外と今日もいろいろコメントをいただいてるんですけれども、うん、まさかこんな泣かされるとは思わなかったみたいなコメントいただいたりとかして、うん、はい、そんなに泣けるつもりで作ってないんですけど、主役じゃないですか、吉田君だってね今回ね。そうですね、はい、主役、しかもすごい最終的にちょっと本当に泣かす側というかね。そうですか、うん、いやいや、そんなつもりないんですけど、やっぱ演技がやばいんですね僕ね、うん、はい、演技がやばい、やばいみたいです、うん、演技がやばい、はい、いい方向なのか悪い方向なのかとか、いい方向だと思います。いい、はい、でも吉田くんのね、その、なんていうんですかね、ある意味こう見る子供たちが吉田くんを通して未来にちょっと希望を持つような、そんな内容だったと思いますよ。そうですか、うん、あ、
ありがとうございます、はい、歌丸さん未来はどうするつもりなんですか。私はもう未来来ちゃってますから、ね、あそうでしたか。これは私にとっての未来ですから。あそうなんですね、うん、まあ、だいたいこういうことやりたいと思ってたんで、いい感じのに、あこっち見て喋ってますね。そうですね。だってこの 人の目見ないで話す人なんだと思いました今、はい、完全にこっち見て話してます、はい、はい、ということで、まあ、のでもすごい良かったと思いますし、ありがとうございます。コロコロ感あるみたいなのも、ね、出てます。そうですね、コロコロ一番で、うん、今連載中なんで、うん、ちょっとコロコロ感も入れつつ、はい、かといって従来の宝の爪ファンももちろん楽しめるし、うん、宝の爪見てない人も今回短いですから、はい、タイトですね、はい、すごいね。そうですね、69分で非常にコンパクトに見られますんで、うん、何かのついでにぜひ ご来場いただければなと思います。いやいや素晴らしいと思いますよ、はい、本当に監督としてね、はい、はい、それこそ子ども向けというあれじゃなくて、そのタイトに、はい、その本当に本筋のポンポンポンに絞ってやったっていうのもね。そうですね、ある意味今 のそれこそシン・ゴジラの流れとかでも合ってると思いますし、はい、うん、そうですね、まあ、なんかこうだらだら長いやつじゃない方がいいなっていうことはすごく、うんうん、僕らのいわゆるスタッフサイドでも指示としてありまして、うんうん、はいはい、特に子ども向けを意識しようということで、うん、限りなく60分に近い映画を作れっていうふうに言われたんですよね、うんうん、はいはい、で作ったんですけど、うん、今回宇宙人で若本さんってサザエさんの声優の、うん、はい、アナゴさんの声やって若本さんにやってもらったら、うん、若本さんアドリブがすごいんですよね、うん、どん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 尺が伸びてって、うんうん、結果的に僕ら65分切ったところまで行ったのに、うん、結局69分まで押し戻されたっていう経験です。なるほど、すごい、もうだって全く台本にないセリフが始まるっていう ね、 そうですね、そうですね、アニメ の、 その声を当てるという概念のね、ないですね、ある意味まだディズニーピクサー型というね、はい、まあ、狙ってはいったんですけども、うんうん、僕らはそのプレスコって言って先に声を取ってそれに絵をはめるっていうやり方だったんで若松さん声取ってもらったらもうお芝居どんどん変わってって、はい、キャラも変わってって、で結局長官ももともといわゆる陰険な感じの宇宙人にしてたのを、うん、結構マッチョな感じになってって、はいはい、キャラも変わってって変わってってで名前もだからもう台本読まなかったんでヨマーズ長官ヨマーズ長官って名前がついちゃった、司令官って名前にして、さっきも書き込みやりましたけどアドリブで4分増しってすごくねっていうどんだけなんだっていう、ね、それでもカットしましたけどね、うん、すごいですね。だからそういう自由のちょっと風通しの良さもありつつの、そうですね、タイトな運びで、まあでも若本さんは僕はもうそういうアドリブを期待してたんで、うん、まさにね、でまさか突然ヌーブラって言うとは思わなかったんですよね、うんうん、ヌーブラーとか言ってましたからなんでそんなセリフなかったのになと思いながらでもそういうやっぱ膨らんでいくからいいですね。そうですね、うん、はい、あとね、前に出ていただいた時にも言いましたけど、はい、そのフラッシュアニメならではのその映画的表現というか、はい、奥行き表現とか、ね、レイアウトであるとか、はい、そういったあたりとかもね、そうですね、実はちゃんと注意してみると、そうですね、今回もやっぱり映画なんで、まあ、この間もいろいろお話しましたけれども、実はこうペタッてしてるからこそ より立体に見えるにはどうすればいいのかっていう、うん、いわゆるカメラはすごいローアングルでちょっと煽り目で撮ってて、うん、はい、で手前の人物大きく斜めで撮って奥行きにグループショットっていうのを、うん、絵としては対応するわけなんですよね、うん、それこそ本当レイアウト命ですね、動きそのものはだってそれほどできないわけだから ね、 で下半身は一切映さない、うんうんうん、なぜなら歩く絵が大変だから大変だからね、はい、いやでも本当にその計算尽くされたあれで、はい、ちゃんと本当に冗談だけで映画的になってるのがすごい本当に素晴らしかったと思います。そうですね、やっぱ僕自社ずっとの世界にいてやっぱ実写の映画監督目指してずっと活動してきて、うん、まあ、こうやって分け合って前分け合ってっていうか、まあ、アニメの方に入ってきたんですけれども、うん、やっぱ物語は大事にしようと、うん、で映画だったらやっぱりこうお話もできるだけ立体感のあるお話で、うん、伏線もちゃんと張って、はい、だけどかといって難しくならないようにどうすればいいのかっていうことはやっぱこうずっと考えてやってるんで、うんうん、はい、はい、ということでね、はい、隅から後ろに貼ってあるポスターまで隅から隅までね、はい、楽しめる、はい、作品になっているといろいろ小ネタがありますと思います、はい、そしてさらにね、もうまさにこのちょっと僕の書いたね、はい、これをね動かさないかでもその中に組み込むね、はい、その作業をちょっと今後そうですね、この後、はい、していただきたいと思いますので、はい、ということで一旦吉田君もあれお忙しいところ、いいえとんでもないです、いつでも呼んでください、はい、こっち向かい、こっち向かいですよね、はい、はい、ということで、フロッグマンさんと鷹の爪団より、吉田君でした。じゃあ吉田さん、作業に入ってください、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、曲ね、曲どれがいいかな。曲最近かけてない曲どれ？みんな最近かけて、あ、一応じゃあその夏休み子供向け作品というかそういう要素もありますので、キッズインザパークにしましょうかね。はい、よろしいでしょうか。ライムスターフィーチャリングパンピーでキッズインザパークのミュージックビデオをお送りしましょう。どうぞ。どうぞ。